子の中にはですね衣装が合わずに、もう今日出場しないっていう子からねわざわざ借りたもうおるぐらいなんですよね。だって背も伸びるし、はい、周りも大きくなるし。お兄ちゃん、お兄ちゃんが踊ってる。かわいい声をいただきました。かわいい。お兄ちゃんどれ、お兄ちゃん誰誰かな。お兄ちゃんわかんない、はい、ね、お兄ちゃんも踊ってる。やさこいの上町のチーム、今日はまた衣装もねみんなでそうやって借りたりして一生懸命来て踊ってくれます。練習はみんな覚えてたんですか。そう、もうね、2年前の夏に思いっきりやってますので、はい、それをちょっと その余韻でやってる状態なんですよね。今回のために練習してきたっていうわけではないんですが、やっぱりね、みんな覚えがしっかりしてますので。すごい、子供たちの記憶力はすごいですね。すごいですよ、もう私が歌詞を忘れそうな勢いですけどね。ね、郷田さんだけ大人なので。そうなんですよ、ね、2年経って小学生が中学生になったりしましたけど、おんちゃんはおんちゃんのままですもんね。おんちゃんも頑張ります。はい、はい、ひげも生えました、はい、おんちゃんひげも伸ばしてなんと郷田さん今指も折っております。はい、すみません、私事なんですけど指を骨折してしまいまして、今日今までと同じように歌って煽りたいなと思うんですが、皆さんの前で中指立ててしまうかもしれませんが、どうぞがお許しください。よろしくお願いいたします。はい、そんなに指が痛くてもやってしまうよさこいって何ですか。よさこい、よさこい高知の文化ですね、やっぱりね。ね、はい、じゃあ子供たちには引き継いでいってほしいなと思います。はい、すごい緊張して前を見てますが踊れるかな。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。改めまして、中央公園にお越しの皆様こんばんは。坂本龍馬生誕地神河内からやってきました、神河内よさこいなる御連と申します。今日はですね坂本龍馬先生の生誕の日ということで、今日は朝から、上町町内ではですね、坂本龍馬誕生祭もさせていただきました。今日は一日龍馬尽くしの一日ではありますが、今日はこの中央公園で元気いっぱい踊らせていただきたいと思います。どうか大きな声でよろしくお願いいたします。踊り子さん準備はいいですか。お客さんも準備はいいですか。じゃあ元気よく踊るぜよ踊るぜよ。ミュージックスターティン。上町サムルバジョー。
さあ帰ってお風呂入って歯磨いて寝ようか。はい、帰りましょう。ありがとうございました。明日もみんな学校で